筒津駅は青森県青森市筒井3丁目にある青い森鉄道青い森鉄道線の駅である。福駅名は青森高校前。東北本線が青い森鉄道に移管後、初めて開業した駅である。当駅は東青森青森間に位置し、青い森鉄道としては初の新駅である。当駅の設置目的は青い森鉄道線の運賃収入の多くを占める。 通勤、通学利用を促進するためである。当駅の設置工事は2012年6月下旬に始まり、翌年10月まで続いた。総事業費は約7億円を見込み、国、青森県、青森市が3分の1ずつを負担している。建設当初は、筒井新駅の仮称で呼ばれていたが、2013年6月に正式名称として、筒井駅に決定した。 相対式ホーム2面2線を有する地上駅。ホームは高さ7メートルのところにあり、ホーム有効長は約90メートルで一部屋根を設ける。無人駅で青森駅が管理している。階段の他エレベーターも整備し、1階に自動券売機を備えた待合室を設置。基本構造は2011年に移転改築した柳井駅とほぼ同構造となっている。また、 朝のラッシュ時は、浅虫温泉駅の係員が配置され、修札や除雪、清掃業務を行っているほか、夕方の青森方面の一部列車は、青森駅所属のアテンダントが乗車し、修札を行う。筒駅ホームあたり駅は、青森県道40号青森田代と和田線を呼び、青森県道27号青森波岡線と青い、森鉄道線の高架が交差する付近にあり、 青森市営バス停留所の下津々井と筒井駅前の中間にあたる。また、近隣には青森県立青森高等学校があるが、本駅が開業するまでは、バス、自転車利用もしくは 2km 以上離れた東、青森駅からアクセスする必要があった。ありがとうございます。